東洋大学附属姫路中学校、高等学校は、兵庫県姫路市所社に所在し、中高一貫教育を提供する兵庫県姫路市、唯一の男女共学の私立中学校、高等学校。高等学校においては中学校から入学した、内部進学の生徒と高等学校から進学した、外部進学の生徒との間では、別々のコースをする併設型中高一貫校。 略称は東洋大姫路。2013年に創立50周年を迎え、50周年記念校舎として第一校舎の建て替え工事を行っていた。2020年春には第三校舎を新築した、旧校舎学校法人東洋大学に三校ある、付属学校のうちの一校である。姫路市を中心とした西張間地域の私立高等学校として、 毎年3000人を超える中学生が受験する。西の比叡山とも呼ばれる諸社山の麓に位置し、広大な敷地と情報教育棟をはじめとする教育施設を誇り、約1300人の生徒を抱える兵庫県下でも屈指の規模の巨大な学校である。高知の近くには、甲子園球場と同じ敷地面積の野球グラウンドや、県下一の13人立ちの球道場を有する等、 スポーツ施設も充実している。普通科の中に、中高一貫、スーパー特進、特進、総合進学、体育というコースが設置されている。体育コース以外は2年次から文系と理系に分かれる。東洋大学への推薦制度があり、これを利用して東洋大学へ進学する生徒も数多くいる。甲子園での優勝経験を持つ野球部をはじめとして、スポーツが盛んで、 野球部以外にも、弓道、剣道、卓球など全国レベルの部活動が多い。文化部では、写真部が全国レベル。東洋大学附属姫路中学校、高等学校では、前期2年間の基礎、基本、中期3年間の練成、後期1年間の充実に区分する、2から3から1生を採用し、高等学校、第2学年までに高等学校の全課程の、 学習内容を終了する。中学高校五十音人、ありがとうございます。